事もなく無事に4日間走り切りました。よかった。こんばんは、こんばんは。本日はママループありがとうございました。もうめっちゃ楽しかったです。超絶に楽しかったですし、超絶にコールめっちゃ聞こえましたし、超絶に最高でした。こんばんは。カイトさん、シルバーのだるま、お疲れ、かわいい。奥田のたかさん、きずなさん、ひろし BKK さん、真空拳さん、としきさん、シルバーのだるま、えいさん、パイヌミさんもシルバーのだるま、アスパラさん、としきさん、最新型ポンコツさん、かつぽさん、シルバーのハート、アスパラさん、お疲れ、ありがとう。スーさん、サキンさん、ハート、エイさん、シルバーのタコ、カツボさん、シルバーのハート、タコスケさん、シルバーのだるま、ジェーターさん、パチパチ、カズさん、シルバーのハートだるま、ジャストミートさん、タコスケさん、シルバーのだるま、スーさんだるま、ありがとう。こんばんは、ただいま。無事広島に帰ってきたよ。こんばんは、お疲れ様です。皆様も月曜日お疲れ様でした。祝日だったのでね、お仕事お休みだったよって方もいらっしゃると思うんですけど、その祝日関係なしに月曜日お仕事だったよって方、お疲れ様でした。こんばんは、頑張ったねって、優しい、ありがとう。こんばんは、お疲れ様です。オリキさん、シルバーのハート、スーさん、ハート、コナカちゃん、シルバーのハート、持ち田さん、エイランチさん、コナンさん、シルバーのだるま、ありがとう。カズさん、タコスケさん、シルバーのだるま、ありがとう。お仕事お疲れ様です。偉すぎます。もう今日はその3連休の最終日ってこともあってか、広島駅も新大阪駅もめちゃめちゃ人が多くてすんごかったです。こんばんは、カズさん結婚してありがとう、スーサンダルもありがとう。チェック柄のノースリーブ、そう、今日はチェック柄ノースリーブワンピース。今日本当にもうね、どこもかしこも暑くて、なんかもう湿度 100% みたいな、湿気ですごかったです。新幹線降りたら広島びっくりするぐらいもうペタペタで、水の中歩いてるんかと思った。ひなひかりさん、シルバーのだるま、ありがとう。あちちだったけど、でも最高の一日になった。お家でもうちょいお仕事頑張って。偉すぎる。タコスケさん、何だっけ、レインボースターじゃなくて、これペンライト、ありがとう。お疲れ様です。13日の金曜日にフグフェス番外編、14日土曜日に花は誰のもの公演一部二部の2公演、15日日曜日にアットジャム、16日月曜日祝日にママループと、4日間連続で皆様の前に立ってパフォーマンスをさせていただいたんですけど、本
当に楽しかったです。あのメールにも書いたんですけど、この4日間通して皆様のおかげでステージに立つことができて、こうアイドルとして活動できているなって思って、すごく幸せな日々でした。ありがとうございました。ひろおみさん、シルバーのだるま、かずぽさん、シルバーのハート、ありがとう。あ、6時ごろ雨降ったんだ。そうなったんだ。すごい湿度が高かった。まさやさん、ハートありがとう。ファン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 、いきやすさん、お疲れありがとう。なんか4日間いろんなことも考えたりとかしたんですけど、あのやっぱステージが好きだなって思いました。夏浦さん、愛知のひろゆきさん、ハート、ゆうちゃん、シルバーのだるま、ありがとう。なにこれ、池谷さん、 I love you、 くまさん、ありがとう。 I love you って言われた。 Me too。 舞台でキラキラしているそらちゃんを見てめっちゃ元気もらった。嬉しい、ありがとうございます。でもそうやってキラキラ輝いているって言ってくださっているっていうか、こうそう見えているっていうか、そうさせてくださっているのは皆様のおかげなので、皆様がいなかったら多分そんな何もないから、感謝の気持ちでいっぱいだよ。コンコンなっちゃった。よいしょ。楽しかった。全然会いに行けないのが辛いでしたって。でも空も直接会えないのは寂しいけど、でも毎日こうやって私がショールーム配信をしてるから、毎日顔は見れないけど、みんなの顔は、でもリアルタイムでお話できてるから、一方的なビデオ通話みたいな一方的なビデオ通話みたいにして毎日話すことができてるから、ギリギリ耐えれてる。それショールームなかったら多分あの何もみんなとのこうリアルタイムでお話できるところなくて、もうイエーってなってると思うから、ショールームさんのおかげで生きれてる。こんばんは。4日間楽しかった。ソラハに会いに行けてとても幸せを感じた。ありがとう。ソラハこそ幸せを感じまくりました。もうとっても幸せだった。ありがとう。何の役にも立てない、ただのモブです。どこがやん。めちゃくちゃ会いに来てくれるし、お話し会も来てくれるし、返信もしてくれるし、めちゃくちゃ心の支えです。ありがとう。あさって2時間休み取りました。開演間に合う。来てくださるのね。来てくださるの、空の生誕祭、嬉しい嬉しい。ちょっとでも空のこと見てくださいね、生誕祭なので。ジェリーさん、ハートありがとう。推しがいるってこと、応援できることが幸せな日々です。嬉しい。推しになれて嬉しいです。空は前、昨日かも言ったけど、一昨日かな、本当にたくさんいるアイドルさんの中で見つけてくださって
ありがとうの気持ちでしかない。そうなんですよ。あさって生誕祭だから皆様にまた会えると思うと神です。しかもあさっては空ハウスの方がたくさん来てくださると思うと、もう幸せ、大幸せです。日本語下手くそになるけど、もうとっても嬉しい。久しぶりにそらはちゃん見ました、ありがとう。こちらこそありがとうございました。ちょっとは気になってくださったり好きになってくださったかな、見てくださったかな、そらはのパフォーマンスも。ありがとう。さいちゃんシルバーのハートありがとう。あさってあさってあさって満月らしいです。私の生誕祭の日が満月らしい。嬉しすぎ。くやさんシルバーのハートありがとう。毎日本当に楽しませてもらった。嬉しい、そうやって言ってくれて嬉しかった。たくやさんハート、プロストさんシルバーのハートありがとう。そう、なんか満月らしい、生誕祭の日が。いや分からん。そう、今日もねめっちゃ満月だったんですよ。そんな3日間ぐらい満月続くのかな。ゆうちゃんシルバーのとこありがとう。そうだよみんな、まだもうめちゃくちゃに言ってるから大丈夫だと思うんですけど、生誕祭のチケットがね一般販売中ですので、ぜひお待ちしてます。会社のお友達とか待ってる。と空星じゃない方も一緒に行かないってシティのファンの方に声かけて来てくださると嬉しいです。タイノヨックさんシルバーのハート、シルバーのタコありがとう。アンダのタッカーさんシルバーの誰もありがとう。この3日間しようとしてたことをほとんどしてて常に意識を失ってた。あら、いっぱい休めたのかな。休めてたらいいな。あ、そうなんだ、明日の18時になったら席が分かるので。いやー緊張しちゃう、ドキドキじゃんね。誰だろうな、最善のドセンターは。え、あるよね、ゲバントって。ドキドキやね。 S 席の方はちょっとビクビクやね。スーさんシルバーのハートありがとう。こんばんは。友達召喚しようとして交渉してる。え、嬉しい。仲直りしたの？さあ、どのくらいの方が来てくださっているのかな、楽しみだね。生誕祭の翌日は朝早い飛行機で帰らなきゃいけないけど、生誕祭に行けることは確定してからじゃ。よかった、朝早い飛行機で帰らないとなのか。空港までね、市内からすごく遠いけど、めちゃめちゃ早起きなんじゃない、もしかしたら。ありがとう。こうそこまでしてね、こう来てくださるっていうことがとても嬉しい。ありがとう、感謝ですね。明日は久しぶりのお休みなのでゆっくり過ごしたいと思います。ゆっくりゆっくり過ごす。
こんばんは。のぶろうさん、ハートありがとう。そう、目覚ましをかけないで寝れる日なの。4日ぶりのお休み。ゆったりします。今日はインスタストーリーを3つ投稿して、 X は2つかな投稿したので、まだ見ていない方は見てください。よろしくお願いします。アイコネートの写真投稿した。アイコネがめちゃくちゃずっと心配してくれてて、全然大丈夫だよって話したんだけど、めっちゃ優しかった。アイコネに惚れた。マジでなんかね、あざとかったです。なんか今日、ブローさんハートありがとう。空畑のためなら可能が上がり、どこでも行く。嬉しい、ありがとう。めちゃくちゃ伝わってるよ愛。最近特にたくさん会えてて嬉しい。フラピーさん、シルバーのだるまありがとう。アリンコさん、ハートありがとう。その場に入れることが嬉しいか。優しい。確かに会場に来てくださるってことが嬉しいから、ソラハは来てくださった方全員の方と目を絶対に合わせます。絶対に目ガン見する。お、あさって休み。嬉しい。アリンコさん、当たりストーリー、そう、アイコね、その本番前にみんなで確認終わった後にね、写真撮ろうってなって、全員で写真撮った後に、その、ま、高校で写真撮ったりとかしてた時にね、アイコねと写真撮りたいと思って、アイコねって言って、あの写真撮ろうって話したら、じゃあちょっと後ろから抱きつきますねみたいな言われて、えみたいな、普通にピースとかかと思ったら、まさかの抱きつきで、あのなんか普通に横で自撮りこうやって撮ろうと思ってたけど、あのこう縦にして口角にしてアイコネがゲットしてくれるところ、あのちゃんと映るように、手が映るように写真撮りました。トシボッチャマさん、シルバーのハートありがとう。びっくりした。珍しい気がした。トシボッチャマさん、シルバーのだるまありがとう。載せてない写真もあるの、これ。じゃーん。インスタストーリーに載せたのとはまた別の、や、あの写真なんですけど。かわいい。今日なんかクラゲヒアーみたいな、下目のクラゲヘアでした。アイコネ、温度のとっくんさん、かわいい、ありがとう。そう、バックハグしてくれた。みんな見てね、インスタストーリー。インスタストーリーはね、あの24時間で消えちゃうから、昨日投稿したもうインスタストーリーは消えちゃってますから。こんばんは。のぐん、りんたろうさん、シルバーのハート。のぐっちゃんさん、シルバーのだるまありがとう。そうだよ、さこちゃんとのあぴ、あれ、アイコネも去年ね出演してくれた気がする。3人がね去年と今年出演してくれてた気がする。他は初っていうか、去年は出演されてなかった。ひとちさん、ごうさん、シルバーのだるまありがとう。
そう、肩に乗っかってるアイコンね、かわいい。明日は休みつつも、ちょっとお出かけっていうか、お買い物をしたりとかしたいと思います。でもなんか大爆睡してそうな気する。今日ね、帰りの新幹線、SNS 終わった後に、七並びをしてたんですよ、ゴールデンベッドタイムで。たら、もう知らぬ間に寝てて、起きたら広島で、はぁってなって、びっくりした。で、もう今日帰りも、ガフってなんか寝そうやったし、これ絶対に明日なんかもう、起きたら夕方みたいになってそうすぎて怖い。 やばい、起きたら夕方はさすがに一日を無駄にしてしまっているから、絶対に何としてでも遅くてもお昼には起きるんですけど、やばい、鶴吉さん、シルバーのだるま、タコ、ハート、ありがとう。もう今日は出し切りました。マールパありがとう、こちらこそです。だから今回のね、ヤオさん、シルバーのだるまありがとう。今日はっていうか、そのフェスの時とかってこうなんかフリートークみたいなのがあるんですよ。なんて言うんだろうね、曲紹介終わった後に、自己紹介終わった後になんかそのイベントについてお話みたいな、なんか、まあ、各がフリートークみたいな、まあ、あるんですけど、今日はそのフリートークを全部なしにしたんですよね。その昨日のアットジャムを見させていただいた時に、 HKT さんがその MC なし9曲ぶっ通しだったんですよね。で、ピースストックの時もそういう感じだったんですよ。で、それをその去年、あ、去年じゃない、昨日見たメンバー、その千穂さんとかくるくるとかと、なんかこのフリートークはない方がいいんじゃないかなっていうのをその話されてて、で今日はそのフリートークがなくて、もう自己紹介も STU48 ですって言った後に、もう自己紹介、名前だけの自己紹介みたいな感じで、今日は配信とかがなかったので、本当に現地に来てくださっている方にしか分かんないとは思うんですけど、もうフリートークがなくて、自己紹介もなんかコールとかもない、もうパッ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 っていう感じで、いつもとちょっと違ったんですよね。そので、千穂さんが確かババババンビさんのステージを見に行かれてて、そのバババババンビさんももうパッ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 みたいな感じの自己紹介だったらしくって、で今日はちょっと試してみようってなって、そう試させていただいたんですけど、なんかいつも気持ちが切れてるとかじゃないけど、なんかファンの方もすごい、なんかめっちゃ盛り上がったんじゃないかなって、すごい個人的に思った。個人的だからあれだけど、片賀さん、シルバーのだるまとハート、お父さん、岩尾さん、シルバーのだるまありがとう。あと私普段本当に汗をかかないんですよ。なんて言うんだろう、背中とか アイドルらしからぬことを言うと、お顔にはかかないんですけど、こうなんて言うんだろう、体ちょっと汗がね、ちょっとかいちゃったんですよね。汗かく、体に汗かくもなんですけど、今日は顔にもバッチリかいて。マジでね、めっちゃ難しいんです。もう分からんじゃないと思うんですけど、もう分かりますか、この光ってるやつとか。もうめちゃくちゃタラタラで、汗が今日めっちゃ汗でした。おでことかも汗で、普段朝かあ顔に汗かかないんですけど、めちゃめちゃ今日はかきました。もう首がテカテカでした。全員汗すごいの分かった。え、だよね、そうなんよ、みんなね、
しかもそう、今日会場めちゃ近かったからねめちゃ近くて超緊張したんだけど、一列目の方と。そう、めちゃめちゃ汗が流しました。普段本当に体にしか書かないから、みんなにいいなってすごい言われるんですけど、今日は顔とかに分かった、光ってるの見える。そう、めちゃめちゃ汗って感じでした。ほら、もうなんか珍しいんですよ、私もう珍しくて、ここまでこう汗やになるの。いつももう本気でやってるんですけど、なんでかわかんないんですけど、だから珍しくてちょっといっぱい自撮りしちゃった、レアすぎて。でもやっぱりリコチはすごかったですね、汗。 STU でトップでマジで汗すごいんですけど、めっちゃすごかった。女優は首から下で汗かくらしい。え、もしかして私は女優手の嘘ですね手の嘘ですね。え、ね、今回ね、今回のフェスとか、なんか初めて お見かけっていうかな、見るお顔が多くて、それこそ ST のファンの方はグッズとかペンライトを持ってくださる方が多かったんですけど、その多分初めましての方はそのペンライトとか持ってらっしゃらなかったから、すごい分かりやすかったんですよね今日。なんかいろんなアイドルさんとかいろんななんか方アーティストさんっていうかないらっしゃったからあれなんですけど、一人でも多くの方にこう STU48 を好きになっていただけてたらいいなって思って、全力でパフォーマンスしました。そうだよ、スカイホエールさん、シルバーのだるまありがとう。そう、今日はね11曲パフォーマンスしました。息をする心はフルバージョン、そうパフォーマンスって感じで、約40分間もうパフォーマンスって感じでした。そう、楽しかったです、すっごくめちゃめちゃ盛り上がりでした。なんか最近こういうねイベントのパス持って帰っていいよって言われることが多くて嬉しい。特別とかティフとか嬉しい、持って帰ってきちゃう。こういうの来年も出演したいけど、出演なんかこう出演記念みたいな、出演記念的な感じで持って帰ってきちゃう。あ、一つ前のグループさんがペンライト使わないところだった。あ、そうだったんですね。そうだったんだ。ライブの打ち上げの向こう、え、今日ねコーラがねあったんですよ、あのケータリングっていうのかなところに。でも飲まなかった私。あ、そういうケータリングとかでジュースがないとあまり買わないんですよね、ジュース普段でも。買いたかったけ、あの飲みたかったけど、なんか全部は飲めなさそうで、 500ml ちょっとひよっちゃった、ちょっとひよっちゃった。よし、空っぽ、よいしょ。今日はくるくるが、今日くるくるとかと一緒にいました。今日は安定にくるくると仲良かったですよ多かったですよ、今日もくるくる、くるくると、あのスポーツ観戦ね、めちゃめちゃサッカーの観戦行ってて、一回しか私行ったことないんですけど、スポーツ、あのサッカーの観戦、サッカー行きたいって言って、でもほんまにすぐ売り切れになるから行けないんですけど、
バスケとか観戦っていうことが好きすぎて、そのスポーツのルールとかのマジで、あのマジで分からへんって感じなんですけど、スポーツ見るの大好きだから、あの生でうわーとか言えたから、そう行きたい。ひなさん、シルバーのだるまありがとう。くる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 と、あれひるなんかね、新大阪駅のだっけ、改札内にフルーツジュースがあるんだけど、フルーツジュース屋さんみたいな、フルーツジュース屋さんでジュース飲んだ、ジューサーバーってとこです。ジューサーバー、空は大阪といえばのフルーツジュースのラージ飲みました。デイビッドさん、ハートありがとう。ハート、アーヤさん、シルバーのハートありがとう。美味しかった。あ、ミックスジュースか、ミックスか、フルーツジュースじゃないね、ミックスジュース。くるくるはスイカ飲んだった、空はミックスジュースだ、フルーツジュースじゃなくてミックスジュース飲みました。こんばんは。バスケ、原田公園で昼公演見た方が楽しかったから夜公演も統一券買って入ったって嬉しいお言葉やったねー、思った、とても嬉しいお言葉だよね、幸せ。来月ワンちゃん大阪、いいな、空も行きたいな、プライベートでも行きたい。鈴木さん、だるまありがとう。だるまたくさん、待ってよ、イズちゃんハートありがとうね、マーループありがとうございました。今日はその7人バージョンだったので、なんだっけね、奇跡という名のストーリーを初めて披露した気がする。前回7人バージョンで、ドラゴンエッグ、私がランウェイさせていただいたイベント、エルさん、シルバーのだるまありがとう。シルバーのハートありがとう。ヘルムビーゲさん、幕張のそうの時も7人だったんですけど、そこが初めての7人イベだったんですけど、そこは確か奇跡とかやってなかったから、初めて7人バージョンの奇跡しました。チャンチャンチャンチャチャンチャンチャチャンチャンチャチャン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 。あと無謀と息をする心のダンス大好きなんですけど、音取り大好きで、超大好きなんですけど、両方とも結構ポジションが良くてですね、前の方で踊らせていただけて嬉しかった。今回めっちゃなんか前の方でした。夢力はセンターで、一瞬のスリルは自分のポジションの3番手で、
メタルタチオは6番手かな。で、暗闇が4番手。で、見えてくる。あ、春夏秋冬が3番手。で、奇跡という名のストーリーが3番手。で、好きになれただけで幸せだは自分のポジションの6番手で、異教する心は3番手で、ペダルとセレンドキタミストが6番手だったかな。結構ポジション前の方でパフォーマンスさせていただくことが多くて嬉しかった。エスチウサギちゃん、シルバーのだるまありがとう。夢力センター良かった。嬉しい。めっちゃ緊張したんです。なんかそのイントロでこうマイクを使って喋る、煽るところがあったんですけど、皆さんコールしてるからもしかしたら聞こえないかもしれないと思って、しかも早口で喋ったら何言っとるんか分からんとなって聞き取れないってなると思うから、ゆっくり喋ろうと思ってもなんか皆さんのコールの勢いがすごくてもう巻きそうになって、やばいってなりながらその煽り入れさせていただいたりとかしたんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。夢力7人バージョンだったらちゃんと0番取れるんですよね。6人バージョンだったらこう222ずつなんですけど、0番で踊らせていただけて嬉しかった。女の特訓さん、ありがとうありがとう。結構 STU ファーアッテートのファンの方も多くてなんかちょっと安心感もありました。めっちゃ緊張だったんですよ。どのくらいの方が来てくださっているのかもわからないですし、その会場の広さっていうのかなもわかんなくて、めちゃくちゃにドキドキだったんですけど楽しかった。そうね、やっぱそうだよね、聞き取れなかったよね、難しかったよね。めっちゃコール今日すごかったんです。なんかリーサクさん、ありがとう。シルバーのだるま、ストーリー好きだね。めっちゃ良かったですよね。楽しかった。息をする心のふり久しぶりにした。星空をずっと眺めてると、ヒラックさんハート、リーサクさんシルバーのだるまありがとう。で、今日は帰りの新幹線でミックスジュースとあと塩パン食べた。塩パン久しぶりの塩パン美味しかった。これなんかね、あのなんか新幹線乗る前に売ってる、売店で売ってる人気ナンバーワンって書いてる塩パンなんですけど、私が今まで食べてきた塩パンの中でもトップで、なんか塩感が強かったです。塩感が強かったあのローソンの塩パンはバター香る、だからバター強めなんですよ。でもこの塩パンはやっぱ塩って書いてるから、塩パンって書いてるから結構塩強めで美味しかった。塩分補給できました。あ、そう午後一の近いところ、そうですいつも食べてるやつね。そう気になってたんですよね、塩パン。今日めっちゃ時間あったんですよ、駅着いてから。だからゆっくりしてた。ミックスジュースも買えたし塩パンも買えたし最高でした。最高。やば、お腹空いてきた。サラダがあるんだよね、サラダ。あとなんかね、あの広島で買ったチョコ、ホワイトチョコ、新幹線移動で食べようかなと思って買ったけど食べなかったチョコサラダ、豚しゃぶサラダ、私がハマってる豚しゃぶサラダあとなんだっけな、牛タンチップスみたいな、それこそその新大阪駅でね塩パンと一緒に買ったなんかおつまみみたいなやつなんですけど食べなかった。
大阪何も食べてない。今日ケータリングにね、たこ焼きとね551の豚まんがあったから、めっちゃ大阪感じれました。4日間お疲れ様。明日は仕事の後に夜広島に移動するから荷造りしてた。おー、そらはのグッズを詰め込んでくれたかな、楽しみにしてる。みんなそうじゃんね、荷造りとかあるじゃん、ワクワク。みんなそらはのアクスタとかチェキとか忘れちゃダメだからね。アリサちゃんシルバーのだるまありがとう。ちょっとでもマネージャーさんに、大阪を感じて、いた、大阪感じるもの食べた。ガパオライスとかも食べた。普通にケータリングとしてご飯もあったので、食べました。なんか全体的にすごくなんか白と茶色って感じだけど、バンバンジーの胸肉食べました。美味しかったです。豚まんも美味しかったです。美味しかった、全部美味しかったです。マイブーでした。大阪感じれた。としやさんバラありがとう。豚まん、やばい、お腹空いてきた。もうほんと自分で自分に飯テロをしているよね。みんなはもうさ、年齢の時間やろ。まあ、それも年齢やけど。うわ、たこ焼き食べた。うわ、串カツ食べたい。そう、ちょっとね、時間があったから串カツ行きたいなとか思ったけど、そこまでのなんか時間じゃなかったからあれだったけど、串カツ食べたい。こんばんは。ね、ガパオライス美味しいですよね。私ガパオライスなんか分かんなかったんだけど、ガパオライス今日食べてみたらめちゃくちゃに美味しかった。ひき、なんかぶってなきゃ、これひき肉が美味しかった。このうまうまだ。餃子、醤油豚骨ラーメンと餃子食べたでしたって。なんだ、美味しいに決まってるじゃん。うわ、ラーメン食べたい。ラーメン食べたい。ラーメン食べたい。ガパオライスね、カラカラかったよ。どっちかってちょっと甘かった。しょっぱかったか。今日のライブの余韻でまだまだ寝られません。寝なくていいんだよ。いや、寝た方がいいけどね。寝た方がいいんだけど、まあ、確かに寝た方がいいけど、そらはのことをたくさん考えてください。キングさんありがとう。シルバーになるわ。生誕祭が終わったらもうめちゃくちゃ食べる。いや、食べてるよ、もう今も。本当にもうね体重が減らない気すぎて、もうね、もう涙です。もうダイエットやめました。やめたっていうか気をつけるけど、明日まで。もう私はもう食事送らない。食事送んない。もう不健康みたいな食事じゃないけど、ちゃんと食べてるのに減らないから、もう送んない。体重も増えた。帰ってきたら増えてた。東京で全然そんな食べてないのに増えてた。普通よりもちょっと少なめぐらいだったのに増えた。でも、もう送りません。体重はデブです。もう食べてます、やばいです。もうすいません。太っちょま。
昼配信でラーメンの好きねえ、よかったラーメン二郎系。そうでも今家系食べたい、白ご飯と一緒にもうがっつり食べたい。パク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 、なんでラーメンってあんなに美味しい匂いして、美味しい美味しい色味して、美味しい見た目して美味しいんですかね。もう食欲刺さりまくりじゃないですか。そう、みんなラーメン食べてて羨ましい。サーモン食べたいし。ビタミン不足は確認したいから継続して送ってください。ビタミンって何で取れますか。ビタミン摂取するよ。今日はビタミンっぽいの食べたかな。今日はね、ガパオライスのパプリカちゃん。今日全然野菜食べてない、やばい本当に。でもこのダイエットっていうか体型管理気をつけよう期間、結構あの野菜食べるように頑張りました。野菜は意識しないとね、食べないから。生誕祭までおやつが無理です。今日ケータリングのとこにお菓子いっぱいあって、カントリーマーム食べちゃった。福別後に家系ラーメン、うわー食べたい。私家系最近食べてないかもしれない。二郎系は食べたけど家系は食べてないか、あんまり。もうコンソメパンチ食べましたよ、半分、一袋の半分は結構して食べた。でもまだあります、まだあるんですよ。キングさんシルバーのだるまありがとう。あ、確かにミックスジュース絶対にいっぱいフルーツ入ってるよ。ほんとだ、私ミックスジュースで今日栄養めっちゃ取ってる。新井さん愛してる、ありがとう。天下一品行きたい。天一の日行けるかな。10月1日行けるかな。天下一品行きたいよ。今年も無料券ゲットしちゃうよ。鉄分は摂取してないです。このあとこれ飲みます、サプリ。え、なんだっけな、あ、昨日の夜飲んだんですよ。だから24時間経ってないからあれかなとか。プルーン買うの忘れてた。プルーンのヨーグルト帰りに買おうと思ったけどめっちゃ暑くてちょっと帰ってきちゃった。ヤスさんハート、キングさんシルバーのだるまと、新井さんシルバーのハートありがとう。うわー、コンソメ確かに、確かに汁ご飯ね、だってありますよねそういうのね、汁ご飯で確かに炊くときにさ、コンソメパンチをこうやってパワパワパワって入れたらさ、天下一品行きたい。今日パパとママと妹が天下一品行ってました。そういえば写真送られてきてました。いいなって送って既読スルーされました。しかも見て、ちゃっかりこってり天津飯も食べてるの。しかもちゃっかりちゃっかりちゃっかりこってり唐揚げも食べてるの。今日はファンの方もラーメン食べてる人多いし、サーの家族もラーメン食べてるし、みんなラーメン飲んでよ。みんなラーメン食べてる。いいな。テレテンシンやばい。アレンジレシピ確かにいいね。
コンソメパンチ家族から、いやそうだよ、しかもこれステージ出る前ぐらいだったから確か LINE 来てたの。うわサラダの上でコンソメパンチを砕いたトッピング、あれうわそんなんしたらしてまうやん、内緒なかったことに。そうだよ、うわ冷凍のラーメン食べた、うんいいな、私家に何もないな、ラーメンっていうものがない。うどんならある、香川県で買った。あと何がある、ちっちゃいカップ麺のそばならある。あとはあ、喧嘩しないそうめんならある。ソラハ見た、あとラーメンするするラーメン。天津飯食べたね、美味しそうだった。天津飯ってなんであんなに美味しいんですかね。白ご、まあ、ご飯と卵と、とろろじゃないあのとろろじゃない、もうとろろしか出てこへんくなった。あんかけなんで美味しいんですかね。新潟来たらラーメン、え、そうなんです。当日ね NST 祭りの時に同じ会場でラーメンのやつもやってるから行きたいんだよな、行けるかな。キングさんシルバーのだるまありがとう。明日はビビンバの予定、うわっ作るの最高じゃん。エルムメイゲさんシルバーのだるまありがとう。みんな美味しいもの報告する、そう私がね美味しいもの何でも報告してねって言ってから。ちょっと待って、スラハのじゃあフォルダ見て、今日じゃなくてもなんかご飯美味しいやつみんなに紹介しちゃうんだから、じゃーん、これは友達と兵庫県の友達とご飯行った時のこれなんて言うんですかね、ま、なんかお寿司の上に巻き寿司っていうんにもお魚入ってるのにプラス上にお刺身がたくさん乗ってるやつ。ザキヤマさんシルバーのだるま、リアちゃんシルバーのハートありがとう。美味しそうでしょこれ。ちゃんとこの巻き寿司に、下にあるこの巻き寿司にもあの、あ海鮮巻きっていうかなにもあのお魚のお刺身が入ってるんだけど、上にもこれはブリと、サーモンと、あサバもありました。あとはピザ、これはえっと待って、急に名前が出てこんくなった、ちょっと待ってよ。あれえ、あの神戸の水族館どこだったっけな、シャチ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 、いやマジでど忘れした、ちょっと待って、ザルそばさんハートありがとう。あそう、スマシーワールド、スマシーワールドで食べた、じゅんスマシーワールドで食べたシラスのピザ、ケンチプエラさんシルバーのハートありがとう。めっちゃ美味しかった、これ生地が。はいはい来ました、焼肉丼10番、あー食べたい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 。スマスイ、え、わかる、スマスイですよね、スマの水族館ですよね、スマシーワールド、シーワールドになっちゃったんですよ。はい、焼肉ジョン、焼肉ジョン、焼肉丼10番です。はい来ました、広島名物
汁なし担々麺。あーもうやばい、これ自分に対してのあれやん、もうね悔しいわ。はい、インスタグラムで紹介したユッケ丼。はい、来ました、シダのソラハ自分で作ったシチュー。これは結構前に行った時のユニバのピザ。あー美味しそう、やばい。あ違うよ、汁なし担々麺あれよ、ソラハ一人で行って2個じゃないよ、あれパセと行ってのやつですからね、安心してください。はいもっこすー、はいもっこすー、はい東京駅の油そばー、出雲そばー、あ割り子そばー、かずきさん知れわらだるまありがとう、ウニのカルボナーラー、私ねこれね、あの写真のフォルダのお気に入りにね登録してるんですよ、あの自分が食べたご飯だからね、いっぱい出てくる、やばいマジで美味しそう。やばい、自分で自分に攻撃してしまった。ちょっと待ってね、自分で自分に見せてろ。これは安住の、安住とご飯行った時の焼肉。あーやばい、やばい、焼肉食べたい、もう無理だ私、もうやってられない、もう食べたい、いっぱい食べたい、うわ浅草、浅草じゃない、浅草じゃない、京都。えこのねみたらし団子やばかったです、あこのみたらし団子めっちゃ美味しかったです。みんな気をつけましょう。うわ久しぶりにクロッフル食べたいな。甘いものもいいですね。やぶきー、これは ST48 の二十歳の集いが終わった後に食べに行きました。やば、私いろんなもの食べてる。ちゃっかりおたかつしてるやつあった、シェイクシャックでみちさんのチェキ写真撮っとる、見てちゃっかりおたかつしとる、これ東京に私一人で旅行行った時のやつだ。一人で3日間ぐらい東京にみちさんの舞台見に東京行った時、これはママの友達さんと一緒にご飯行きました。なんかねご飯食べに行った後に
いっぱいうろうろ歩いてちょっとお腹が空いちゃったからシェイクシャック行って半分こした。ハンバーガーとポテトとあとシェイク。やばい。そうだよ、チキ持ってってるから。ドライカレー本当にここ美味しいです。でもめっちゃご飯がっつり食べたい人はもう物足りないってなるけど、めっちゃ美味しいドライカレー。うわ待って、ドライハヤシ作りたい。ハヤシライスのルーあるから、ドライハヤシ、ドライハヤシ、ドライハヤシ。あでも終わっちゃった、この携帯にあるのは。太鼓うどん、太鼓うどんさんめっちゃ美味しかったからまたリピートしたい。やばい。ということで、私のあのこのアルバムの、お気に入り欄にはたくさんの、美味しいご飯がたくさんあります。めちゃくちゃに美味しそうすぎてやばい。ちなみにこういうのもあります、あの推し弁様のチェキとか、こういうなんか大切なものもあります。自分の初選抜シングルのこういうポスターとポストカードの写真とか、これはねサイン書かせていただくときに言ったやつなんだけど、こういうのもあります。あとあのショールームでイベントとか達成したときに、あのこの達成済みみたいなのが嬉しくてスクショしてます。それで言うとあの今回のファーストアルバムのお話し会とかのこの完売とかも全部保存してる。今までのやつ全部大切、とても大切。あと UFO キャッチャーで撮れたお菓子たち。UFO キャッチャーで撮れたお菓子とかいっぱいある。ほら全部このあのもうこれ表示なくなっちゃったけど、こういうのも全部残ってる。大切大切、なんかお気に入りの写真は結構いろいろあります。ナナさんシルバーのハートありがとうございます。ヨシヒロさんシルバーのだるまありがとう。そうなんよね、食べ物のフォルダー、食べ物のフォルダーっていうかね、お気に入りにしてるからあれなんだけど、めちゃんこにやばい。あこれ大好きな写真、私の、私が LINE の待ち受けこれです。あ嘘です、 LINE のホーム画面、私のあメッセージアプリのホーム画面、これこれのここをこうやってしてます。抱きついてる腕だけをドアップにして、あの LINE のホーム画面にしてます。アイコンは何も設定してないんですけど、まいちゃんとギュッて、まいちゃんにギュッてしたらまいちゃんがギュッてしてくれた。でそのここの腕のとこをこうやってドアップにしてしてます。大切な写真。あでもこの辺とか私出してないんじゃない、もしかして出してない。これはあのイケメン系、イケメン系で撮ったやつ出してない。ゆうきさんシルバーのだるまありがとう。星屋の出してない説ありますよ私。え待って、私ファーストアルバムの写真あんまり出せてないかもしれない。えくるくるとのツーショットとか全然出してないよね私。えなんか出していこうかな、これお互いカメラ持ってるからカメラ持ってるのを撮ってもらったみたいな。凛太郎さん尊い、
ありがとう。見たことない。え、メールとか X とかに載せていこうかな。だってファーストアルバムのジャケットの時は、あのパセットの写真かな。ジャケットはパセットの写真があります。めっちゃ寒かったです。信じられないぐらい寒かった。で、MV の時もパセットの写真もある。学生、くるくるとの写真もあるし、あ、かわいい。こっち、私やばい。見めてみて、お前にも程があるんやけど。この時あれです、あの 前髪が超絶に短い時期です。前髪が超絶に短い時期です。やばい、マジでやばすぎる。クルーズ、朝一の剣道の撮影、5時半、4時半集合、トリーさん、シルバーの旗ありがとう。載せていこう。ファーストアルバムのジャケットとアルバムの、ね、あれだもんね、空がさカメラで撮ったやつ、メンバーさんの写真はたくさん X に投稿させていただいたけど、自分の撮ってもらった写真、制服のワンショットとかあんまり投稿してない気がする。投稿したのもあるけど、でも投稿できてないのもたくさんある。え、ちょっと待って、これめっちゃいい、まいちゃんとのやつ。このカメラさんとかレフ板とかの間を通り抜けての写真、この撮影されているところを撮影しているみたいな写真、よくない？え、めちゃくちゃにいい。ストーリーとかにあげようかな。トリーさん、シルバーのハートとだるま。ゆきさん、シルバーのだるま、ありがとう。満面の笑顔。並んだ写真はあったけど、イケメンはなかった。あ、本当？イケメン風な写真。え、これめっちゃいい。これ系が私特典に使っていただきましたよね、確か。楽天ブックスさんの特典写真。じゃあまた投稿していきます。 SNS に待っていてください。待ってないかもしれないけど、でもファーストアルバム期間がもうちょっとで終わると思うとすごい寂しいけど、でもなんかいっぱい皆様と、6月かな、お話し会は6月だったっけぐらいからね、いっぱいみんなと、アルバム期間でのそのリリーベとかもそうだしね、握手できたし、濃い半年間、まあ、まだあるけどね、9月のお話し会、10月のお話し会、11月のお話し会で、12月の大阪でまだあるけど、
すぎる半年間やった。幸せでした。それはまだあるからあれだけど、しかも今週末月曜日ちょうど1週間後3連休またまた楽しみ。ね、握手会したい。あれかな、次のその作品シングルとかかな、わかんないけどからは握手会になるのかな。私マジでさ、あのリリーベの時本当に話したくなさすぎてマジで話さないの超最悪。次のメンバーさんもかわいそうって感じ。その個別まとめ出しだったら大丈夫だけど、そのレーングループメンバーの、その3人 のグループ握手会の時にそうしたらさ、次のメンバーさんがかわいそうやからさワイナイスティーユ初握手はソラハでした。じゃあ一生離れられない存在ですね。おま握手したいよ。なんかやっぱ違うよね、まあ、もちろんお話こう一対一でさせていただいているっていうのも嬉しいけど、なんか握手をするとなんか心がよりなんかつながってるじゃないけど、なんかいいよね。それまでに頑張ってもっと手うるうるにしとくね手うるうるにしとく。もう水分量 100% ぐらいしとくね。うるうる。キングさんシルバーのだるま、才能役さんもシルバーのだるまありがとう。秘蔵ショットね、握手できるの嬉しかったよね。しかもその大阪、大阪の発売前に大阪でリリーベがあって、で発売日当日に広島でリリーベがあって、でまさかのまさかの追加でプラス追加も6人だけだったんですけど、その出演メンバーに選んでいただけて幸せでしかなかった。追加とかないかなさすがにあったとてソラハ絶対選ばれんけど、絶対にないけど、ないかなないかな。アルバムもう一回握手会リリーベもうリリースイベントではないけど、なんかもう立ちすぎて、もうだってね発売祭ですごく期間が経ってしまっているからさ、リリーベじゃないけど半年ぐらいなんか半年記念とかないか。キングさんシルバーのだるまありがとう。ねえ、幕張での握手は大切な思い出です。嬉しい。みんな忘れてない？ソラと握手したこととか、グループショット撮ったこととか、なんかさ大阪のリリーベとか、まあ5ヶ月5月だったから、5月じゃないね、6月かだったから、今3ヶ月とか前、3ヶ月、なんかそれ以上な感じがする。なんかもうなんか1年以上くらい前な感じがする。まだ3ヶ月なんだって感じだけど、でもそのぐらいなんかあっという間だったね。びっくり、まだ3ヶ月しか経ってないんだ。1年くらい前の気持ちだけど、ヒーくんシルバーのハートありがとう。確かにね、関東、そういえば覆面調査団ね、関東でも放送されてました。あの STU のあのお知らせ
朝に投稿されるお知らせ見て知った。またね、皆様のもとで行けるようにね、兵庫県でイベントとかできるよう頑張る。今回のそのリリースイベント、発売記念イベントはその大阪だったので、まあ、去年じゃない、10枚目シングルは兵庫県だったんですけど、また兵庫県に帰って来れるよう頑張ります。何話したかもしっかり鮮明に覚えて嬉しい。なんかいっぱいたくさん話しすぎて、どの時に何話したか分かんないって方も多分いらっしゃると思うけど、それと覚えてくださっていることが嬉しい。グループショット2個。楽しかったな。すごく前のように感じる。全然前ではないけど、思い出にひたひた。でも本当に今日含め4日間は特にもう楽しかった。ちゃんと元気になってよかったです。いろんな方々のおかげで体調復活して、明日は生誕祭の前日なので、よりしっかり休んでより回復させたいと思います。もう全然元気なんですけど、信じられんぐらい寝るかもしれない。やばい、さすがに、夕方までさすがに寝ませんように。マジで夕方まで寝たら本当にもう何もできないから、夕方までには絶対に起きる。お昼には起きれますように。やばいよね、夕方まで寝るの。でも本当に寝れるの夕方ぐらいまで。でも寝ちゃダメ。キングさん、シルバーのだるまありがとう。そうだよ、元気が一番だから。皆様もね、お仕事してから来られる方とかもいらっしゃると思うんですけど、頑張ってください。あと4日間福フェス番外編からマーループまでの4日間でいっぱいソラハコールしてくださった方は、もう喉がやばいって方がね、結構返信とかインスタのコメントとかで結構いて、みんな声大丈夫かなってなってるので、龍角さんをめっちゃ舐めたりとか、ペットボトル 500ml のペットボトルに龍角さんの飴ちゃんを3粒ぐらい入れて溶けるんですけど、溶かしたやつを飲んだらめっちゃ龍角さんだけど、めっちゃ喉に良くて、その舞台に出演されている方とかをよくされている、よくそれを飲んで喉の調子を整えているそうなんですけど、それとかして風邪とかもね、ひかないようにしてください。コウさん、ありがとう。回復薬、そう、当日に向けてね、充電いいな、もう寝れるの。私はこの後お風呂に入るっていう試練が残っているので、まだ寝れないんですけど、やばい、お風呂入るのが一番しんどい。みんなはね、今日祝日だからお休みだったかと思う、明日からお仕事だと思うので、頑張ってください。いっぱい寝ますね。みんなのお言葉に甘えていっぱい寝つつも、いろいろちょっとしないといけないことがあるので、お父さん、シルバーのだるまありがとう。そうだよ、ナイクルもあるし、お話し会もあるし、最高。ちょっとポニーテール緩めとこ、ちょっと頭、今日はね、ポニー、あ、そう、今日ポニーテールなんですけど、いつもより高めの位置で、いつもは耳ぐらいなんですけど、ちょっと高
ニーテールをしたので頭がちょっと頭皮が今日はポニーテールでした。あとリボンのヘアアクセサリーをつけていたんですけど、あのなんか猫耳ちゃんみたいになるようにつけていただきました。こんな感じの猫耳ちゃんになるように白いやつ、ぜひ。あ、そう、マーループさんの公式 X にてその ST48 のライブステージ中の写真がね投稿されてて、私の X を見てくださると分かるんですけど、リツイートしたリポストかリポストしたので、ぜひそちらもチェックしてください。インスタストーリーも X もいいねとリポストコメント待ってます。メールの返信も待ってます。それではそれではそろそろ壇上を読みたいと思います。13位トリーさん、12位カツボさん、11位岩尾さん、10位スーさん、9位ゆうきさん、8位カイトさん、7位新井さん、6位リュウちゃん、5位つりけちさん、4位アスパラさん、3位ディーサクさん、2位ヘルムビーゲさん、そして1位キャッシュさん、ありがとう。本日はゲリラ配信だったよね。ゲリラ配信にもかかわらず来てくださった皆様ありがとうございました。明日も頑張っていきましょう。あとね、本当に誰って感じなんですけど、私のバーベキューあと2人誰ですか？え、ガチで誰ですか？マジで私2人しかいないのかな？2人スタッフさんとかになるのかな？言ってない方いませんよね。さすがにここまでもうメールでも言ってるし、ショールームでも言ってるしで、もうさすがに大丈夫だと思うんですが、私2人しか知りませんよ。2人しか知らないですからね。みんな当選した方、まだ教えてくれてない方は言ってくださいね。よろしくお願いします。ショールームで1人、福フェス番外編で1人で、2人だけなんでちょっと怪しい。スタッフさんに2人プラスファンの方2人っていうのは今もう想像してるので、もうじわじわなんですけど、まだ報告してない方は報告してくださいね。ニートさんシルバーのハート、キングさんシルバーのだるまありがとう。通勤急行通過駅さんもシルバーのだるまありがとうございます。本当にもう4日間パフォーマンス 4days ありがとうございました。皆様のおかげで無事走り切る、走り抜けることができてもう嬉しかったです。本当になんか福フェス番外編から花だれ公園、あとジャム、マループってなんか本当に会場に来てくださった方は分かると思うんですけど、いつもより赤と緑のペンライトが多くてめっちゃ嬉しかったです。関東ってやっぱり関西に関東と関西にこうスラハオシの方が結構いらっしゃるのかなと思ってすごく嬉しかったです。めっちゃ多かったです。しかもめっちゃ空箱聞こえました。ありがとうございます。幸せな4日間もありがとうございました。たくさん幸せな気持ちにしてくれてありがとう。皆様にね幸せになっていただけるようもっと頑張ります。明日はゆっくり休みます。もう大爆睡します。もう大爆睡して大爆睡して大爆睡しますので、みんなもお仕事頑張ってください。生誕祭の
チケットは明日の18時と、ま、明日の18時までとなりますので、まだの方はぜひチェックしてください。はじめだよさん頑張った、ありがとう。みんなのおかげで乗り越えられたのでありがとうございます。しっかり休んでより体調を回復させます。みんなも鉄分はしっかりとってね。それではありがとうございました。バイチャラポー、またね、おやすみ中、ありがとうございました。バイ。